パ。はい、どうもパテポス協会でございます。スーパーで公的立った、お腹がペコペコなんで公的立った、いっぱい言うてもそんないっぱいでもないけどな。焼きそばタラスプレースパサラスパ安定の300円の唐揚げ弁当決めて700円です。猫もニャーニャー言う700円です。何を言うとんねん、あいつはマヨかけよう。これ家の特権やね、このマヨね、マヨかけれるの。これだけチンしました。あとチンしてません。もちろんこんなんチンしてませんよ。弁当はヒントかな、ヒントだな、こんなんと、ピントかな、こんなんと、ピントかな、ピントこい、さあ俺のピントこい、来ないのかよ、ほんと来ねえな、このピントだけは、どうやったって来ねえんだよ、ほんとにもう、こんなんです。トリプル炭水化物です。というわけでいただきます。コーラです、ゼロです。カウごめん。いや昨日の夜はね、明太子とご飯しか食べてへんからな。もう今日ね、お昼がっつりこう思って焼きそばから行こうかな、とりあえず、真ん中に置いてそうだからな。いただきます。もう腹減ってくからね、すぐ食う。うん、焼きそばとご飯合うねん。うん、焼きそば定食最高。あんま出番なかったかもな。うん、今日も昼飯3時やな、最近遅いんやとこな。米足りんな。うまい。いや、冷や飯と焼きそばって合うよな。焼きそばはあったかくないじゃないけどね。無性に食いたい時ない？俺それ今日やった、めっちゃ食いたかったね。うん、食ったか、うん、言うたわ。うん、これやね、これマヨとなんか胡椒のちょっとした感じ、もうちょっとハムとか入れといてほしかったな、キュウリとか。まあ91件仕方ないか。うん、贅沢は言えへんわ。
91円では。うわ、俺これとご飯が食べたかったな。そばはゲットしたおかずやと思うな、ラーメンと一緒ぐらい、カップ焼きそば以外で焼きそばだけとか言って嫌やな、ご飯欲しいな、やっぱな。うわぁ、唐揚げの意味なくなった。唐揚げごめん、何やかんやと弁当部門心のベスト10第1位は唐揚げ弁当やけどな。でもやっぱり焼きそばに勝てへんわ今日の。焼きそばにご飯譲るしか仕方ないわ。ご飯が減るのがもったいない。定食屋とかの焼きそば定食、それは頼まへんやけど、やっぱなんかこういうバラバラで焼きそばとご飯、もしくは家でね、まあ食いたいな。店で食うもんじゃないよね。持ち帰って家で食うか、単品バラバラに買って食うか。なんか正直その辺の高級料理より絶対うまいと思うね、この組み合わせ。うまいわ、満足度半端ないわ。700円ですこれ。飲みたい生っつうとお通しで700円ぐらいいってまうよな。美味しいです。やっぱ B 級好きやな俺。
ほら甘酢あんかけっぽいの卵塗って食べてみよう。卵塗ってない、卵に甘酢あんかけ塗って食べてみよう。あんま分からん。ペンか、これすごいな。満足です。焼きそばご飯が食べれただけでも満足な上、サラスパックって唐揚げまで食べれた。というわけで、パチモソ業界スーパーで買ってきました。ごちそうさまでした。いいよな、なんか、うん、晩飯やったらあかんねん、やっぱね、これな、うん、晩飯やったらあかんねん、これ晩飯でこれやったらあかんねん、やっぱこれ昼やから、うん、なんやかんやと昼やからな、これな、うん、この至福感はね、味わえんのよ。で、俺やったらあかんから、朝でもあかん、昼なんだな、うん、でも仕事している日の日でね、たまらんで、この食ってる感じとかもたまらんよな。この飯食った後、この食ってる感じ、飯食い終わったなって感じのこのね、ありがたい。